パチンコオリジナル実践術の銀田舞です。はい、森山兄貴でございます。さて今回もやってまいりました、森山兄貴と銀田舞のパチンコねるねる大作戦。この番組の趣旨はですね、限られた金額でどのようにパチンコを楽しむか、そして勝利するかを私たちが毎回交互に、作戦を練って、実践をする番組となっております。はい、今回ですね、私が隊長ということで、はい、今回は本当は2人でねマックスいくつ予定だったんですけれども、はい、なんと餃子の王将がアマタイプだったっていう、それでも、はい、なんか面白くて打っちゃったんですけどもまあ、前半戦のね、結果だけちょっと見ときますと、はい、現在私が、投資1万5000円で出玉700玉、はい、そしてまいちゃんが私は、総投資2万3000円の出玉が約5800玉になっております、はい、ということで2人の合計投資3万8000円で軍資金残り2万2000円、はい、でまあ玉もありますからね。そうですね、はい、そしてね後半戦も期待しないで、はい、まいちゃんの活躍期待しないで待ってます。はい、で後半戦私もですねそろそろ、はい、マックスタイプへ、チャレンジしていきたいと思います。様子を見ながらね、はい、で今回ガロ打ってガロ一緒に打つか、北斗打つか、はい、この辺で今悩んでるんですけれども、はい、まあ最後までね行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。で今回もし負けると、はい、3回連続失敗ということになるんですけれども、はい、後半戦も期待しませんから、はいはい、全然期待しませんから、あんまり期待せずに、はい、ちょっぴり期待しておいてもらえればと思います。ということで、はい、後半戦も頑張っていきましょう。はい、それでは後半戦もレッツねるねる。森山兄貴と銀田舞のパチンコねるねる大作戦。今回撮影にご協力いただいたのはJR 内房線青堀駅から車で約5分プラザドゥフッツ店。設置台数はパチンコ680台、スロット320台、全台に最新システムを導入しており、安心快適清潔な遊戯空間を作っております。お近くにお越しの際はぜひご来店ください。はい、それじゃあ後半戦もとりあえずね、まだ出玉の方があるんで、出玉分はちょっと勝負しちゃいたいと思います。で今、これ回転率が1000円1回転前後、ただこの台ねもう本当にムラが大きいんで、もう真ん中ったり真ん中回ったり真ん中ったりがの差が激しいんですが、ただこれ入賞した際に通常ルートで少し落ちてくるのを待つことで、若干この回転帯へ、球が行く率がアップするんで、それを駆使してちょっともう少し頑張りたいと思います。でこの台特殊な台なんですが、個人的にはね少し、まあ、ぶっ込みからぶっ込み弱めぐらいがいいのかなっていう感じに、前半戦打った感じで、印象を受けております。でまあ一発入ったら少し待って、ゆらゆらが収まった頃にね、今入りましたけどまた打ち出すと。でこれ回転帯の、派手な枠に入ると、1回転ということになります。まあ、4分の1の可能性 でこの時少し待ってるとね、ここでの滞在時間が長い台ほどこうやって通常ルートからでも行きやすいと、回転帯に、届きやすいということになります。ぜひその辺に注目してね、大選択してみてください。また、連続でねここ、球が抜けるとスペシャルルートに行くことになります。ただ連続で抜けないといけません。これ片って動いて、片って動いた時にこっちへ通常の方に流れて、でその間に、球が流れてくるとスペシャルへ向かうと、特別と書いてある。あ、これ今行きましたね、ちょうど今行ってくれました。で4分の1クリアしろ、うわー手前だったね。意外とこの4分の1の壁が高いような気もします。まあでも入るときは入ってくれるんで。はい、それでは、後半戦、ねるねる開始したいと思います。早めに初当たりが取れると嬉しいんですけれども、うわっていうほどのものでもないんですけど、まあザルバホールです。チャンス、ほんと赤でお願いした。あー緑、はいはい、
赤色できましたね。新別柄だったらもっといいんですけど、まあ、でもチャンスアップバージョン、もう一回でしょう。こっから継続でしょう。はいはいはい、そうこなくっちゃ。おりゃさあ、どこに飛ぶかな。楽しみ楽しみ。邪悪な時、俺が止める。もうお面がボーンってきて、思わず白目しちゃいそうになっちゃったよ。もう何が出た。でもさっきもジャビレッカリーチからナシャン来てますからね。オーラの色はうわ、こういうのダメだと思う。こういうのあんまり良くないと思うな。もう一回欲しいな。こういうと、あ、来た。おお、全然期待してなかったんですけどね。こういうのからポロリンと当たってくれたりしたらめっちゃかっこいいですよね。さあ、どっちかな。進撃やだ。ここまではついさっきも同じようなのが、てか同じのが出ましたね。あー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 、キャラリーチにはいかなかったものの、あ、カルマカルマカルマ、レインボーが欲しかった。いやもうもうもうダメだ。でしょうね。さよなら。あー、いいぞ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 。よし、来た。さあ、後半戦8回転目、もう確率分布は超えております。お、スペシャル8点。本日のおすすめは唐揚げ。この唐揚げはいいんだか悪いんだかさっぱり分かりません。やっぱり餃子がいいんでしょうね。頑張れ、えい。あー、ちょっと、お、逆転 V パターン。はい、後半戦大当たり12回転目ですね。よし、今総投資が1万8500円まで伸びてしまった。でもね、私この台ね勝てると思うんだけどな。そんなにひどいレベルじゃないと思ってるんですよ。困ったことに
困ったことに楽しいし、そんな負けるレベルじゃないっていう個人的なこのパチンコ歴28年のそのなんていうんですか、そのパチンコ歴28年のこの勘というかこの感覚、第5巻が第6巻が次が12回目です。あ、転倒してる。いやいやいや、これいい感じじゃない。ちょっとこの転倒が残ってくれればチャンスです。ヒット12、お、残った。これ大チャンスですよ。はい、これ見てください。これちょっと上級選びますね。今度おかわりタイム、左打ちでボタンで選べます。終わった後ちょっと上級で一発告知。これ転倒がありますからね、ちょっとこれ期待して見守りましょう。さあ上級を選ぶと一発告知系です。しかもこれ光ってる、これですよ。これだって6分の1で、今6分の1状態ですよ。それでピカピカされたらもうこれ当たっちゃってもいい。ここで当たってもまた、あ、当たっちゃったらダメか。これ消化されちゃうからね。いや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 、まあまあいいや、どうでもいいや、連チャンしてくれたら。ただ最後の残り1回転が楽しみということ。いいですよ、外れて。はいはい、からのここつけ、あら何も起こんないぞ。大丈夫か。いやー、多分リーチがかかってくれるでしょう、最低限。いや本当ね、ついてほしかったのここ。いやー何にもない今のところ。あー何もないのか。止まって、ほらついた、ついたついた。いたよ、やっぱテントコリュー強いね。いや嬉しい、もうこの瞬間がもう本当に嬉しい。さあ2連チャン確定、さあ2連目突入。じゃあ今度はこれでいきましょう、中級。もっと伸びてほしいな。連打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 。残念。いいねこれ、中級が意外と分かりやすくていいですよね。さあラスト1回転、ボタン押しで餃子くん、はい、えい、流れろ、お願い、3連チャンぐらいしよう。あー残念。あ、一撃があったこっちで、えい、さあ7まで来い。無理か、逆転 V ない。はい、ということで2連チャン1500玉、どうなんでしょう。もうちょっと打ちましょうか、まだ早いよね。これはまあ6000分の玉なんですけど、これでガロ行くのも無謀だねですよね。できればここは3000にしたい。あ、赤オーラの方がすごい久しぶりに見た。これ初代のね、あの高画リーチの、まあ、赤だったら破天の子の高画ですよね。誰誰誰、腕持ってた。もう一回でしょ、継続、白人気継続、はい、
かるダブルエックス好きとしてはここでしっかり射止めたい。ゴーデン、あ、赤い絵本飛び出しました。はい、めくりました。さらにページを進みます。消えはしない。それで最後、あー、くるくる回して、はい、あー、ミジョーブガロで合唱。なんで、あー、もう絶対おかしいこの流れ。まだまだまだ発展するかもしれないですからね。うわー、あの方がいいわ。何たま、あれー、そこ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 、わからんもんですね。なんで私いつも尻すぼみの実践ばっかりなんでしょう。最初ちょろーっとだけでて、その後もシューってするとこに、あーもう、あー持ち玉がなくなってる。おー、ぴょんぴょんしてる暇はないよ。674回転ついに、なくなりました。通過投手です。さあ、というわけで、玉貸しボタンの方をプッシュするのに戻りました。あと7000円、持ってるんですけど、さすがにこの7000円以内では行きたいです。追いつけ追いつけ、いいよいいよいいよ、追いつけ、よし追いついた。あー、今回転回るときにぐるって回りましたね。追いつけ追いつけ、もう一個入っちゃう、もう一個、あー惜しい。はい、ぴょん、なんか王将マークとかカットイン欲しい。あ、一応スペシャル、3 3 3 3、あ、な、あれあれ7だったっけ。あ、こっから今度は炎が出てきた。さあ、炎上は期待大です。さあ来い、あー復活 V、おー復活 V、 いいねいいね。さあ、持ち玉内で大当たりしました。現在のところ投資18,500円、いいんじゃないでしょうか。この台ね、もっと本当はできる子なんですよ多分。ただ私が下手くそなだけ、今のね、できる子です、大丈夫。3000発4000発ぐらいはできる子。イーガーコーテル、お皿に餃子を6個盛り付けろ、オーダーか。そのぐらい餃子の王将なんだからできるでしょ。はい、まだまだ、はい、ボタンを押して盛り付けろ、えいえい、ほら来い、あら1個足りない、まだまだ、もうないか。いや、下手くそ、ラスト1回転、おスロットか。いやいや、あの餃子の王将のあれが来るかと思った、ロゴが来たのかと思った。赤で止めればいいの、赤赤赤、ビールじゃない、ビールの王将、あ残念、また単発だ。止まれ、動け、上がれ V、 また単発。これ見て、今日これ私やったの、
今日10回当たってるんですけど、タンタンタン、ニータン、ニータンタン、あれ、イノシノロの山の、そうそう、8回も当たり取ってんだよ、もう。よし、いった。ちょっと4分の1クリアしよう、そろそろ。ちょっとね、入らなさすぎ、4分の1が。あんた。あんた、4分の1入ろう。なんでこんなに入んないの？ちょっと。おー、スペシャルに2つもいった。2つも回ってる。頼むよ。おいおいおい。どうなってんだ、この台。会長。はい、何台？会長。何台？持ち玉、そして、持ちパッキー、すべて終わってしまってございます。やったであります。ここは船長だ。船長。疲れてますね、隊長。疲れた。行け。行っていいんですね。あと5000円行っていい。わかりました。じゃああと5000円行ってきます。はい、行ってらっしゃい。ありがとうございます。というわけであと5000円。はい、それでは、隊長にですね、あと5000円 OK という、ご指示いただきましたので入れたいと思います。4枚目まえちゃんに5000円って言っちゃったからね。よし、いけ。おい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 、なんだかな、抜けるときは抜ける、もう後がないぞ。もういい加減に勘弁して、この4分の1外し、もう絶対絶命。おい、絶対これ入らないとこ行っちゃうんだよね。なんでこの回転体、ちょっとインチキなの。なことないよね。わかった、これとこれが連動してないんだね。ここで入った時とここに出てくる時が今タイミングが悪いんだよね。ここの言う時に打っても永遠に入らないってことかもしれない。これ行くでしょ、ね、全然タイミングが合うんですよ。あら、合っちゃった。頼むよ。15回転目無情、本当に無情。もう一個止まって、ああ行っちゃった。ロングだったのに V ないね、ないない。てー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 。もう2万5千円使っちゃった。銀座前に5千円使っていいよって言っちゃったから打てない。ごめんなさい。じゃあとりあえず銀座前の大当たり待ちします。舞ちゃんはきっとやってくれるはずがないよくお分かりでということで、はい、早いですけどさよなら。全然変わらず、お、甲賀、かがし、継続。もうこれも最後の一打も本当に。どんだけ。くろりとめくって、一番最後のページまで行きました。ですか。こんなん初めて見ましたよ。2人寄り添っちゃって、はっ、これ絶対行くでしょ。こんなん守りし戻りしとかめっちゃ熱いでしょ。マーテンし来ました、ガッチンですよ。はい、あー、ビジョンオブガロじゃない、じゃファイナルオブガロ
ですよ。球がないの。球拾っとかないとないの。どうしよう。球。やばい、心臓が飛び出そう。あー、緑、まだ。だって守りしものって確か私出したことないですけど、熱いんですけど球がないんですよ。もう最後のなんで残しとかないの。手で3玉、やめるときは3玉残しとくの。ごめんなさい、最後の1玉でこんなことになっちゃう。はい、あ、ダメでした。結局ダメだった。もうまだ分かんないですよ。取りました。さあ反省会だ。ちょっと、はい、エンディングの前に反省会。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は、私が隊長となり、はい、ね、マックスタイプ4割勝てば大勝ちだ、はい、大勝ちだとは言わないけど4割勝てばなんとか勝てる、はい、戦略で言ったんですが、はい、なんと勝率未だに 0% マックスタイプの、はい、後半戦大当たりの絵があんまりないんじゃないかな。大丈夫？私一回も当たってないです。当たりそうなところあったからね。当たりそうなところありました。きっと疲れてるでしょう、はい、皆さん外れてますよ。もう分かってるね。はい、ということで今回の実践結果ね、はい、発表していきたいと思います。はい、はい、まずは私から、今日ね最後にマックスタイプで勝負するつもりが、はい、餃子の王将が面白すぎて、うん、ついつい2万5000も使ってしまいました。その台でですね、はい、大当たり10回ほど取れたんですけれども出玉は最終的になくなって、実戦終了と、はい、投資2万5000円で出玉ゼロでした、はい、そして舞ちゃんが、はい、私は、総投資3万5000円そして出玉がゼロ、はい、ゼロ。まあまあね、ガロだから、はい、しょうがないんだけどやっぱりどっちか私守ったつもりはないんだけど、はい、ちょっとね、守り気味で舞ちゃんが攻めてって感じだったんだけど、はい、まあまあまあそのうちね頑張って打ってれば当たるからね、はい、だからたまたまでしょう、はい、だから今日は4割勝てばいいっていうところの6割を引いてしまった、はい、ってことは次回以降私が対象の時また打たせた方がいいよね。そうですね、うん、はい、まあ一緒に頑張ろう今度お互いにね。はい、はい、ありがとうございます。そして、今回のねマックス打ちは4割は勝てるさ戦略、はい、見事に失敗でございます。加えて私餃子の王将でちょっと熱くなりました。はい、反省します。はい、そして次回はどうぞ。はい、どうぞ。はい、おい、あつけた瞬間に隊長頑張ります。隊員任せました。はい、ということで次回も、はいはい、それでは、次回は私銀玉が、隊長をさせていただきます。隊長よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします、はい、というわけで、練って練って練ってまいりますので皆様次回もぜひお楽しみになさってください。それでは、はい、さようなら。さようなら。